デボ1000系電車は近畿日本鉄道の前身である大阪電気軌道が1929年により製造した電車である。後継車両のデボ1100系、1200系、1300型なども含めて記す。大阪電気軌道が従来保有していた奈良線、うねび線といった路線は車体規格が小さいことから車両もデボ1系電車であったが、後に 近鉄大阪線となる、八木線桜井線の区間や、同社の子会社である、三宮急行電鉄が伊勢を目指して、目下建設中の本線は、建築限界を拡大して、大型車両の通入を行うことにしていた。三宮急行電鉄では、上本町宇治山田間の直通列車用に2200系を開発していたが、上本町桜井、柏原神宮前間などの区間電車への電車は、 大阪電機軌道側で製造することになり、それによって誕生したのがこれらの車両群であった。開発にあたっては、三宮急行電鉄が開発を進めていた2200、軽電車との屋内競争をも繰り広げたと言われている。本形式及びその同型車は、以下のように構成される。1929年3月春光、1930年4月、春工製造所は、 デボ1000型が、汽車製造東京支店、デボ1100系、1200型が、日本車両、デボ1300型が、日本車両、田中車両である。1929年に製造された1000系、1100、型は両端に運転台を設けた19メートル級半、構成3扉のロングシート車である。一方、1930年に製造された1200.1300、型は、 日本初の20メートル級車である大阪鉄道で2500系電車から間もない時期に製造され3扉車では初となった20メートル級車体を採用した窓配置は1000系1100型では D1D5D5D1D1200 系1300型では D2D5D5D2D となっている角型前消灯が この時期の電車では珍しく採用され、後続車のデボ1400型や392200系に比べて、側窓の天地寸法がやや小さく幕板の広い外観が特徴である。設備として、改造により1 6 1 0 0 7には荷物室が11 1100.1101には便所が設置されていたが、いずれも後に撤去されている。図書区はダークグリーンで登場し、 1963年秋より、マルーンレッドに塗り替えられている。主電動機は、全形式とも 150kW のものを4機、搭載する。デボ1000型は WH 製 WH、W1CWH-567、C-9 型、デボ 1100K、1200型は、日立製 h s 3 5 6 a 2 6を、デボ1300型は、 三菱製メガバイト -211AF を搭載している。制御機は、デボ1000型が、ウェスティングハウスエレクトリック製の HLF 弱め回、ジフ単位スイッチ式手動加速制御機を、デボ1100系、1200系、1300型は、日立製電動カム軸式 PR-200 が、装備された。その後1931年に、 デボ1200型はそもそも即制度負担位開兵器の PR-200 に交換されている。制度装置はいずれも M3 動弁の M 自動空気ブレーキである。終電装置は、デボ1 0 0 0系、1100K、1300型には、三菱製 S-514A、デボ1200型には、日立製 K137A が搭載された。台車はいずれも、 住友製の中高性イコライザー式を装備した。これらの車両は、大阪電気機,機動桜井線及び、三宮急行電鉄本線が直流1 5 0 0ト電化を採用しているものの、上本町伏線間では6 0 0ト電化の奈良線に乗り入れる形になるため、双方電圧に対応する設備を備えた、副電圧車になった。しかし、主回路は1 5 0 0ト用のものであったことから、 6 0 0ト区間においては、出力が低下した。前述の通り、1 6 1 0 0 7は1937年10月に、手荷物室を設けている。客室との間に仕切りを設けた上で山田側に、手荷物室を設置した。これによりこの2両は、デボ2000型となった。デボ1000系1 0 1 0 7デボ2000系1 0 1 0 0 7デボ1100型は、 1943年に、主電動機の予備品を燃出するため全車が、制御車に改造され、久保1100型となった。デボ1100型も1100から1101久保1100系、9100から1101大阪電気機動と、三宮急行電鉄の合併で、関西急行鉄道が発足した際には、車両形式につく、デボ、久保がすべて、モーターの略である、も、 駆動車の略である、区に変更された。戦後の1950年には、モ1200系の制御機を、PR-200 から川崎重工業船区に交換し、1953年にはモ1000型モンクに交換を行った。一方モ1300型は、同時期に、MMCH200 バイトに交換されている。制動装置も制御機の更新と同時に製造時のアム。 型からアマ型に改造された。模線型も1 0 0は、1 5主電動機などの予備品がなかったことから、制御車代用として使用されていたが、1952年に、正式に制御車になり、以下のように改版された。模線型模 1500K、9100にまた、模2006.1007については、荷物電車に改造された、模は1800型に、 荷物輸送を任せることにしたため、同じ年に旅客用に戻されている。もに線0 0 0 0 6 1 0 0 7も線0 0 0 0 6 1 0 0 7 1 9 5 2年にはも1308が事故で消失し、翌1953年9560型と同様の車体を近畿車両で申請しても1321となっている。 もう1300型も1308も1320型も1321またこの時にも1000型とも1300型は末尾が例番の車両を整理するためそれぞれ先の改番で開いた番号に改番することにした。改番は下記の通り。 も千型も千も千型も千0も千3 0 0系1300も千3 0 0型も千3 0 8その後1960年に1100型と1200型についても同じように整理することになり以下の改版が実施された9100系、9100、9100系、9103も千2 0 0型も千2 0 0も千2 0 0 型も1201も1200系1201も1200系1204これにより、各形式はも1000系、9100型、も1200型、も1300型、も1320型となった。また、同時期より順次、も1200系の全車とも1300型も1311から1315を除く14両は、型運転台に改造された。 その後この14両のうち、上本町宿り機戦闘車として使用されていた母1201.1203305.1307309は、両開きドアに改造されている。1961年に9 1 0 0型はさらに、付随者に改造されさ1100型に、形式変更された。9 1100型も1101から1103さ1100。 型さ千1 0 1から千1 0 3その後1972年には、前年に廃車となっていたさ千1 0 2を除く2両がさ1510型に、形式変更となった。さ100型さ1101.1103さ1510、計1 5 1 1 1 5 1 2百9 7 3年12月には、最後まで残存したも1321が TC 化。 変運転台下のウェック 1320K 空百3 2 1となった。モ三3 2 0型三百3 2 1区二3 2 0三百3 2 1その後区百3 2 1は1983年2月7日付で、専拠列車用として、旧2250系の2代目600系や旧683系の区502と蘇生して、 使うためく501に改版している。この際火災対策基準を B 基準から A 基準に格上げしており、一部機器を2250系と同一品に取り替えられ、宅1320系1321区500系501また、翌1984年11月にはブレーキの HSC 化が行われこの時に区503と番号を交換している。 区500系501区500系503区間運用に予定通り当初から用いられるが、1932年には1300系電車の1308号車がおめし列車用に改造された。運転日は1932年11月11日で昭和天皇が上本町から神武五両前へ向かう際に使用している。この時使用された車両は、 ご両車として改造された1308と1309の2レーンであった。荷物室が設置されていたも2千六6 1 0 0 7は1944年以降はて、小荷物専用車として使用されていたが、1950年にもは1800型が荷物電車に改造されたことから、再び旅客用に使用された。も百二十一以外の車両は2410、 2430系に置き換わる形で、2200系が廃車となる時期とほぼ同じ1971年から1973年に廃車されている。1321に持つ電車残ったも1321は1973年12月に、前述の通り改造を受けに物つ電車に使用、区5 0 1に、開板後は、鮮魚列車用となった。 1989年2481、経営と交代し、同年3月31日付で廃社された。ありがとうございます。